おすすめしたい厚塗り用ブラシ3本を紹介しようと思うのである。かなり色を引っ張って塗ることができるのである。こうやって軽く筆圧を弱くかけると綺麗にグラデーションをかけつつも我は最果ての魔王ディープブリザードである。今回は2022年厚塗りをしたいものにおすすめできるブラシ3つを紹介しようと思うのである。絵を描く者にとって一つの憧れの塗りであると同時に、どのようなブラシを使えばよいのか、どんなブラシを使えば理想通りの厚塗りができるのかというのはとても大きな悩みであると言えるであろう。そこで今回我は初めての方でも、そして厚塗りを得意とされている方にもおすすめできる無料そして優勝のブラシを3つ紹介しようと思うのである。ブラシの詳細などに関しては動画の概要欄にクリップスタジオアセッツのリンクを貼っておくので、そちらからダウンロードしてもらえればなと思うのであるぞ。また動画の後半ではこの3つのブラシを使ってどのようにイラストを塗るのか、どのような効果を発揮するのかというところを重点的に行っておるので、塗り方の参考などにしてもらえると嬉しいのであるぞ。またこのチャンネルでは厚塗りや GTC 塗り、水彩塗りなど様々な塗り方を紹介しておるので、興味のあるものはぜひチャンネル登録そして高評価をしていただけると嬉しいのであるぞ。ではクリップスタジオで厚塗りをしたいというものにおすすめしたい厚塗り用ブラシ2022年版の3本を紹介しようと思うのである。一つ目が主線も水彩も厚塗りも一本である怠け者ブラシ。二つ目がほっぺポンポンブラシ。三つ目がふんわり硬い厚塗り主線ブラシ。この三つである。この主線も水彩も厚塗りも一本である怠け者ブラシ、ちょっとお名前が長いので怠け者ブラシとさせていただくが、この怠け者ブラシ、そして下のふんわり硬い厚塗り主線ブラシ、この2つは無料で入手することができる。真ん中のほっぺポンポンブラシは優勝素材、つまりクリッピーを消費して入手するブラシになるので気をつけてほしいのである。まあ本来であれば無償で手に入れることができるブラシ3本を紹介した方が良いとは思ったのだが、どうしてもこのブラシだけはクリッピーを使ってでもゲットしてほしいと思うとても良いクオリティのブラシなので、あえてこの3つの中の1つに入れさせていただいたのである。まあその実力は順次解説をしていこうと思うのであるぞ。ではまず一番上の主線も水彩も厚塗りも1本である怠け者ブラシ、まあいわゆる怠け者ブラシの解説をしていこうと思うのである。こちらは筆圧でブラシの大きさを変えることができる。で、まあこんな感じでブラシの強弱が効いていて、厚塗りなどをすると色が混ざる感じのブラシとして非常にわかりやすいのであるが、このブラシの特徴としてかなりべったりとこうあまり色を混ぜたり引っ張ったりせずに色を塗ることができるという特徴があるのである。どういうことかというと、このようにこう色を引っ張っても全然この中間の部分が混ざらないのがわかるであろうか。こんな感じで、なので厚塗りのブラシではあるんだけれども、あまり色を引っ張ったり混ぜたりせず塗るブラシになるので、しっかりとくっきり色を塗り分けたいや、厚塗りなんだけどあまり色を混ぜすぎて濁らせたくないという時に非常に役に立つブラシなのである。そして名前の通り線画などにも使うことができるので、厚塗りをする際の線画ブラシとして使うことも想定しているのである。なのでこれで線画を描いて、これで塗って、まさにこの言っている通り主線も水彩も厚塗りもこれ一本でできるという意味で、とりあえずこれだけ入れておけば厚塗りというものを一通り体験できるというブラシになるであろう。次にほっぺポンポンブラシである。こちらは先ほどのブラシとは違い、筆圧でブラシの濃度は変わるがブラシサイズは変更することができない。またわかるかな、ちょっとこうこのブラシ自体にほんのりとテクスチャーが効いているのでアナログっぽい筆跡になるのである。ただ先ほどの怠け者ブラシとは大きく違い、この通りかなり色を引っ張って塗ることができるのである。上の怠け者ブラシと比べると明らかに滑らかに色が混ざっているのがわかるであろうか。こんな感じでブラシ一つで綺麗なグラデーションを作ることができるのである。なのでまさに名前の通りほっぺのようなチークなどの
柔らかいブラシのようなグラデーションを厚塗りのブラシで作りたいという時には、このほっぺポンポンブラシは非常に重宝されるのである。ただ、先ほど言った通り怠け者ブラシとの差を言うのであれば、色が混ざりやすいということはそれだけ他の色に影響を受けやすいということになってしまうので、濁った色味やくすんだ色になりやすかったり、使おうと思っている色を使おうとしても他の色の影響を受けてしまいやすいという面もあるということである。そう言うと弱点のように聞こえるかもしれないが、使う場所や使い道をしっかりと考えていれば、とても強力な個性やぼかしを再現することができるブラシなのであるぞ。では3つ目に、ふんわり硬い厚塗り主線ブラシを紹介しようと思うのである。こちらも怠け者ブラシほどではないが、筆圧でブラシのサイズを変化することができるのである。ブラシ自体は非常に滑らかで、柔らかい強弱を出すことができるのであるぞ。また色の混ざり方は、上2つで紹介したほっぺポンポンブラシと怠け者ブラシの中間のような、程よく色を混ぜつつでもぐっと力を入れると塗りたい色を塗りたい色で塗ることができるという、怠け者ブラシとほっぺポンポンブラシのちょうど中間にあたるブラシなのである。なので幅広い塗り方もできるであるし、とりあえずここは一通りこれで塗っておこうという感じで塗っておいて、はっきりとしたい時には怠け者ブラシ、柔らかく塗りたい時にはほっぺポンポンブラシなど、中継ぎとして非常に優秀なブラシなのである。というわけで、この3種類のブラシそれぞれに個性や強みがあるというのが分かったであろうか。まずはこの3本をダウンロードして、自分にどれが合っているのか、どんな風に塗ったらどうなるのかというのを魔王がやってみたように真似をしながら試してみてほしいのである。では次に、実際に厚塗りでイラストを描く際にこの3本のブラシを使ってどのようにやればよいのかという点について実践をしながら話していこうと思うのであるぞ。ではこのイラストを使って、実際に紹介した3本のブラシを使ってイラストを塗っていこうと思うのであるぞ。ちなみにこの教材は魔王のブースから無料でダウンロードすることができるので、ぜひダウンロードして使ってみてほしいのであるぞ。ではまずこのイラストであるが、この段階で線画と下塗りが完了している状態になっている。線画は怠け者ブラシと厚塗り主線ブラシの2つを使い分けて描き起こした。このように厚塗り用のブラシで実際に線画も描いておくと、この後厚塗りをした後に色が非常に馴染むので、塗りと線画を馴染ませたいというものは厚塗りで使えるような線画ブラシを使ってみると良いであろう。ではまず大まかに陰影を塗っていきたいので、怠け者ブラシを使って、で新規レイヤーを作って、レイヤーの合成モードを上段にしておく。そして下塗りレイヤーにクリッピングを行っておこう。この状態でまずはこうザクザクと陰影を置いていく。それで今ちょっと肌の陰影の色を置いていこう。でこの際はもうあんまり大きな塗りとかはみ出しは気にせず、ザクザクと置いていくのが良いであろう。あまり気にしすぎて細かく塗ったりしてるとな、全体のチェックがしづらくなってしまうので、まずはこんな風に塗ろう、こんな風な色を置こうっていうぐらいでザクザクと色を置いておくと、後々な、そんなに気にせず時間をかけずに修正もできるので。でこの怠け者ブラシが本当に色をざっくり置いてくれるので、どうしてもこう色の置き方がうまくいかないなとか、淡い色塗りになって陰影がぼやけちゃうなというものは、本当にこの怠け者ブラシを使えば一気に解決できるので、試してみてほしいのである。顔周りなんかの細かいところをもうちょっとだけ描き込んでいこう。で塗りすぎたら白色もしくは透明色を使って削れば良いので、本当にこの色を削るときに濁った色にならないのがこの怠け者ブラシの良いところであるな。
こんな感じで怠け者ブラシを使うことで、ざっくりとではあるが全体にタッチを残しつつも陰影をしっかりと塗り分けることができた。これから細かい陰影を塗り込んでいこうと思うのである。細かく塗り込む際に使うブラシは怠け者ブラシではなく、ふんわり硬い厚塗り主線ブラシ、こちらを使い、ややテクスチャーのある質感を塗り込んでいこうと思うのであるぞ。塗り込みを行っていく際に参照レイヤーというのを有効活用していこうと思うのである。まずこの色を塗っている下塗りのレイヤーを、この灯台のマークを押して参照レイヤーに設定をしよう。こうすることでレイヤーの横に灯台のマークがついているのが確認できると思うのであるぞ。こうすることで下塗りのレイヤーが参照レイヤーというものになり、どのレイヤーを選択していたとしても、このレイヤーに塗られている色のこの塗り分けをベースに選択範囲などを作ることが可能になったのである。具体的にどういうことなのかというのを解説しようと思うので、まずはレイヤーの選択範囲から色域選択を選ぼう。複数参照にチェックが入っていることを確認して、参照レイヤーを選択していることを確認し、その状態でこの参照レイヤーになっている下塗りの部分の肌の部分を選択しよう。するとこの通り肌の色が塗られた範囲だけが選択されていると思うので、この通り色を塗っても肌の選択範囲の外に色がはみ出さなくなったのが分かったであろうか。これを使って各パーツごとに選択範囲を作り、塗り込み作業をしていこうと思うのであるぞ。というわけで、ひとまず陰影の塗りが完成したのがこちらである。陰影の際などシャープに塗りたい部分には怠け者ブラシを使ったのである。逆に広い面を柔らかくぼかしたいという際にはほっぺポンポンブラシを使い、全体的な色の塗りや陰影の描き込みなどはふんわり硬い厚塗り主線ブラシを使ったのである。この3つを使い分けることで、必要なところに必要なブラシを使い分けるということが的確にすることができるので、この3つを使い分ければ簡単にここまで塗り込むことができるのであるぞ。ちなみに我の場合ではあるが、ここまででだいたい 3,40 分ぐらいで塗り込むことができるので、ブラシ1本でやるよりもブラシを3本使い分ければ大きな時短になるとも言えるであろう。では細かな塗りや仕上げをしていく際の厚塗りのブラシの使い方を解説していこうと思うのであるぞ。まずはこの顔の部分にメイクを施していこうと思うので、まあチークとかそういうところであるな。なので新規レイヤーを作成してクリッピングを適用し、合成モードを上座にしておこう。この状態で色域選択で肌の部分を選択しよう。でこの状態でほっぺポンポンブラシを使って顔の周りに色を置いていこう。本当にまさに名前の通りほっぺポンポンブラシということで、こうやって軽く筆圧を弱くかけると綺麗にグラデーションをかけつつも質感のあるタッチを追加することができるのである。でつけすぎた部分は透明色などで削っていこう。でこれを何回か繰り返して色味を追加していくのである。こんな感じで柔らかく自然で、それでいて厚塗りのブラシのタッチを追加したメイクになったのが分かったであろうか。次にこの肩にかけている装飾にちょっと模様を描き込んでいこうと思うのである。新規レイヤーを合成モード通常で作成をして、では模様を描き込んでいこうと思うのである。陰影を描いているレイヤーの下に描くので、こんな感じで陰影の影響を受けながらも模様を描くことができるのである。
模様を描いたら複製して左右反転を行って、こちらに大まかに配置をしたらメッシュ変形などを使って全体に沿うように配置をしよう。対称定規などを使っても良いんだけれども、対称定規を使うとこの後のこういう調整がちょっと面倒になるので、メッシュ変形を使えばこう布の形に合わせつつもバランスの良い絵にすることができるので、で重なった部分などをちょっと消去しておこう。このように怠け者ブラシを使えばシャープでだけれども厚塗りのタッチを生かした塗りにすることができるのである。では細かなハイライトや仕上げなどを施して完成しようと思うのであるぞ。というわけで完成したのがこちらである。今回紹介した3つのブラシを使うことで、厚塗りといっても様々なブラシを使うことでより豊かな表現になったというのが分かったであろうか。今回の動画を見て少しでも厚塗りに興味を持ち、そして厚塗りを楽しんでもらえればなと思うので、ぜひぜひダウンロードして使ってみてもらえると嬉しいのであるぞ。また魔王のチャンネルでは厚塗りの方法や厚塗りに関するテクニックの動画などもたくさん用意しておるので、その動画などをまとめた再生リストも動画の概要欄に置いておくので、興味のあるものはぜひぜひ見ていただけると嬉しいのであるぞ。ではではなのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。